ラージスパニッシュハウンドは、スペイン原産のセントハウンド犬種の一つである。別名は、サブエソエスパニョールデモンテ、スパニッシュマウンテンハウンド。スモールスパニッシュハウンドは、本種の小型版犬種である。ラージスパニッシュハウンドをいたちには、様々な説がありはっきりとは確定されていない。説としては、紀元前1世紀頃に、フェニキア人がもたらした古いセントハウンドが元になっている説。 ベルギーのアルデンヌ地方のセントヒューバートという、セントハウンド犬種を連れてきて改良した説、ガリア人が連れていた古代セントハウンド犬種の、ガリアハウンドが元になった説、フランス中部のセントハウンドを連れてきて、それを元に作出した説などの仮説が存在する。いずれにせよ、かなり古くから存在している犬種で、確かな記録でも1582年にはすでに、 剣士として存在していたことが書籍に記されている。主に単独でセントハントを行うのに使われる。獲物は主に大型の哺乳類で山岳地帯で狩猟を行う。嗅覚で獲物を追跡し、発見すると自分の力で獲物を仕留めた。一時フランスのセントハウンド剣士と医師交配されたことと第二次世界大戦の戦果を大きく被ったことで純血犬の頭数が激減し、 絶滅の危機に陥ったこともあった。スペイン産セントハウンドの人気も大幅に暴落し、完全に犬種が消滅してしまう危険性も非常に高かったが、アントニオロペスミラノという愛好家によって生き残った犬が集められ、保存と戻し荒廃による復元を根気強く継続することで何とか絶滅の危機を回避することができた。以後、少しずつ頭数を回復し、不思議に 公認犬種として登録されるまでに至った。現在も原産国でも珍しい犬種の一つである。ことに変わりはないが、ヨーロッパ県内では、ある程度の知名度があり、スペイン以外でも少数だが飼育されている。大半の犬は実猟犬か、小毒として飼育されており、ペットとして飼育されているものは稀である。筋肉質で、がっしりとした骨太の体つきをしている。 足は短めで、走るのはあまり速くないが、その分足腰が丈夫で持久力が優れている。起伏の激しい山岳地帯も難なく駆け回ることができる。頭部は大きめで、マズルは長めで先が尖っている。耳は長いたれ耳、尾は飾り毛のないたれ尾。コートはスムースコートで産地の暑さに強く、毛色はホワイトレッドなど。 体高はオス52から 58cm でメス48から 53cm。体重はオス 25kg 前後、メス 20kg 前後の中型犬。性格は主人に忠実で従順、勇敢だが、頑固で独立心と狩猟本能が高い典型的な、猟犬気質を合わせ持っている。自己判断力が高いためあまりパックでの狩猟には向いていない。この性質のため主人家族には、 有効性を示すがあまり協調性がなく他の犬とは好んで関わろうとはしない傾向にある。主人には絶対服従で主人からの見しつけを受ける。状況判断力は非常に高い。喫水の量犬種であるため初心者が飼育するのは不可能である。運動量は非常に多い。ありがとうございます。